グループメンバーの約束や先の予定を決める際に非常に役に立つ日程調整する方法です。 LINE スケジュールを共有したいグループトークを開き、プラスボタンをタップします。日程調整ボタンをタップします。イベント名には作成する LINE スケジュールのタイトルを入力します。イベント内容には200字以内で概要を任意で入力してください。日程選択は必須です。タップするとカレンダーが表示されます。候補する月を選びます。候補日をタップして選択ボタンをタップします。すべての入力が終われば内容を確認した上でメンバー招待をタップします。デフォルトではイベントを作成しました、日程を回答してくださいと表示されますが、メッセージ内容は変更できます。スケジュールを作成したことを通知するために送信ボタンをタップします。この時点でメンバーへは送信が完了しています。画面が変わり、作成者はすぐに出欠を回答します。回答するをタップします。日にちに丸、三角、×をつけます。つけ終わったら選択ボタンをタップします。回答しましたとなり、作成者の分が更新されます。メンバーにはこのようなイベントが届きます。メンバーの回答方法は今すぐ確認をタップします。回答するボタンをタップすると記号が入力できるようになります。日にちに丸、三角、×をつけていきます。つけ終わったら回答ボタンをタップします。回答しましたとなれば更新されますので完了です。メンバー全員の回答状況を確認するには再度今すぐ確認をタップします。画面例では1人だけですが、みんなが回答すると数が更新され、日付をタップすると誰が何を選択しているかがわかります。5人でも10人でもここでメンバーの状況がわかるのです。以上、素晴らしい LINE の日程調整でした。最後までご覧いただきありがとうございます。